石辺桜、薄墨桜、藍津五桜とは、藍津にある5つの桜の名木の総称である。藍津五桜は、新編藍津風土記に記載され、嘉永5年に発行された、若松緑工業後、幅大にも記載されている。藍津五桜は、石辺桜、薄墨桜、虎ノ桜、杉の糸桜、大鹿桜を言う。石辺桜は、藍津若松市にある、 江戸悲願でその樹齢は約650年になる。市の文化財にも指定されている。足しの重心石氏別部、大輔の庭にあったものと伝えられる。薄墨桜は、大沼郡藍沼里町の伊佐住神社境内にある、御神木である。他に、類似の桜がないことから、藍沼沼という品種として、藍沼里町の指定天然記念物となっている。甲のある花をつけ、 その色は、薄墨から赤に変わり、一子に一枝きと八重咲きが混じる。虎の大桜は、大沼郡藍沼里町の法要寺境内にある、大島桜系の里桜で、藍沼里町の指定天然記念物となっている。大道三年に植えられたものと伝えられ、現在の木はその何代目かに当たるものと推測される。花の形状は、花の中から花びらが突き出した形となる。 虎脳の,の由来は、樹冠が、虎が横たわる姿に見立てたものとも、おしべが花弁化して旗弁状となるものを虎脳に、見立てたものとも言われる。杉の糸桜は、川沼郡の藍津番下町の薬王子境内にある、樹齢は、約200年の江戸彼岸系のしだれ桜で、藍津番下町の指定天然記念物となっている。新編藍津風土記によれば、天正年間に、 宮城軍から移植されたものの二代目と伝えられている。大鹿桜は、山国稲葉城町の岩橋神社境内にあり、壁が七十数枚にもなる、八重崎の里桜で、稲葉城町の指定天然記念物となっている。947年に、村上天皇の直死が奉納したものと伝えられている。花の色が、開花時は、白で、その後、ピンク色に変わって、まいには、 鹿の色に似るとされることから、王鹿桜と呼ばれる。ありがとうございます。